引き続き、表示に関連するアニメーションエフェクトについて見ていきましょう。今回紹介するのはですね、スライドとフェードというものになります。スライドというのはですね、要素の高さを徐々に変更していってくれるものです。例えば上から下に徐々に現れてくるであったりとか、下から上に徐々に消えていくといったようなアニメーションを追加することができます。一方、フェードというのはですね、要素の透明度を徐々に変更してくれていくものです。例えば、透明度が徐々に高くなっていってですね、だんだん薄くなって消えていく。もしくは、透明度が徐々に下がっていってですね、だんだん現れてくるといったようなアニメーションを追加できます。ではですね、3つずつメソッドがあるので、実装してですね、確認をしていきましょう。まずこのような HTML を用意をしてください。rect という ID を持つ DV 要素にですね、高さ 100ピクセル、横100ピクセル、背景赤色というスタイルを指定してください。最初ですね、このような表示になります。ではですね、まず、スライドから見ていきましょう。ID を指定して DV 要素を取得してですね、これに対して、スライドアップというメソッドを実装します。これはですね、下から上に徐々に消えていくといったようなアニメーションになりますので、どうなるかというとですね、このように下から上に、だんだん高さが縮まっていってですね、消えていくといったようなアニメーションになります。これもですね、ショーとかハイトとかと同じような、メソッドで、ミリ秒を指定することができます。こうすることですね、消えるまでの時間というものを操作することができます。で、これに対になるメソッドがですね、スライドダウンというものになります。スライドダウンはですね、上から下に徐々に表示されてくるというアニメーションになります。ここですね。でですね、ショートハイドに対してトグルがあったようにですね、スライドアップ、スライドダウンに対しても、スライドトグルというメソッドがあります。これはですね、要素の状況に応じてですね、スライドアップ、スライドダウンを切り替えてくれるというものになります。なので、これをですね、交互に呼び出すと、スライドアップしたり、スライドダウンしたりというのを繰り返してくれるといったような挙動になります。ではですね、続いてフェードについて見ていきましょう。で、フェードアウトをまず呼び出しています。こうするとですね、透明度が徐々に高くなって薄くなって消えていくといったような挙動になります。これもですね、消えるまでのミリ秒というものを引数で渡すことができます。こうですね。で、フェードアウトに、と対になるのがですね、フェードインになります。フェードインは、徐々に透明度が、落ちていって、現れてくるといったような挙動になります。ですね。で、もう一つ、フェードにはメソッドが用意されていて、それがですね、フェードトゥーというものになります。フェードトゥーの場合ですね、引数を2つ取ります。1つ目が、動作が完了するまでのミリ秒。これは今までと同じですが、二つ目に取るのが最終的な透明度ですね。0を完全に透明な状態。1をですね、透過していない状態というふうに上限と下限が決められています。なので、例えばですね、0.3 とするとですね、30% の透明度の状況で最終的に落ち着きます。なので、こうするとですね、すいません、ちょっとわからなかったので、このフェードアウトとフェードインを消します。で、こうするとですね、透明度が 0.3、30% の状態で、止まるといったようなアニメーションにもすることができます。